おごり高ぶった人の迷宮の闇は暗い。夢夢疑うことなかれ。夢見る夜の夢の夢。私をこの冥界に封じた力を。セマイルの剣。それに力を与えた者は。バルカン。銀髄将は再びあの星を選ばぬ。それでよい。銀髄将は戦いを媒介する。人、妖怪、地球、全てが滅ぶ。私も追われる。なあドラクル、いやアベル。生きてる。なんとか。ムチ打ちになりそうだね。全校異性テストなんてあり？科学の問題なんだありゃ。ほんと、しかも丸罰じゃない。答案用紙がないか。なんで待ってんの。問題用紙を出したから。そういう問題じゃない。問題が悪いんしょ。だからそういう問題じゃ。なんとかしろよ。だってみんなもできなかったんでしょ。できなきゃ答案出さなくてもいいのか。出しても出さなくても同じなの。0点ってことか。具体的にはね。あなた見てると生きる勇気が湧いてくる。絶望的になるけどな。硫酸、硝酸、水銀、アルミニウムなんかの化学式はわかるけど。タリウム、アンチモン、マンドラゴラ、ジキタリス、カンタリジ。何これ。野菜って感じ。 That's right。マンドラゴラはナス科の、ジキタリスはゴマのハグサ科の植物でも、カンタリジンは半妙科の虫の体液中にある物質。まあ科学、化学の問題としては分かるけど。分かんない。今言った全ての物質の共通点は毒。毒。そうか、このシアン化物っていうのも青酸カリのことだ。最後に出てくるベラドンナって知らなかったんだけど、中世で瞳を広げる目的で使われてきた植物なのね。いいしろ目薬。ヨーロッパでは何世紀もの間女性に人気があったそうよ。それも毒なの。ベラドンナから抽出したアントロピーの中毒症状は目全体が瞳になったように見えるんですって。うるうるして素敵よね。死んでもか。とにかく今度来た科学のブランビリエって先生超変わってんのよ。元気。とびきり。とびきり買ってんのが来たよ。いいもの手に入れたよ。何。目薬。目薬。一滴で瞳が倍になるの。瞳が。どこの製品。ヨーロッパ。なんていうの。ベラドンナ。やっぱりな。まさか色っぺくなんのよ。とびきり。これの男のコケッチでしょ。何グズグズしてんの。青山原宿待っててまいたり。レイちゃん目薬頭に刺した。お前面白いこと言うな。頭に瞳があんのか。ねえ、どこで買ったの。ヨーロピアン。ふざけんなよ。角に新しくできたドラッグヨーロピアン。ドラッグストアより本当のヨーロッパに行かない。目薬買ってから。売り切れだ。これが最後。それで何する気だよ。ナンパ。飛び切り。そんなわけないでしょ。舞台のライトが眩しいから。瞳が広がったら余計眩しいわね。眩しい。ウサギちゃん、ブランビリエ先生が探してたわよ。あとで。ねえミチルさん、本当のヨーロッパって何。私のコンサートツアーがヨーロッパで決まったの。すごい。目薬仲間の二人連れ、瞳を開けてヤランだ。バイバイ。ひどい。飛び切り。ナンパ。何よ。やば
から。本当？コンサートって言ってもホールじゃなく古いお城でやるの。素敵。ヨーロッパのお城を巡るツアーも兼ねてるからみんなで行きましょう。やった、来た、食べっきり、いきなり来た、充実した冬休み。やった、マモちゃんね。テストできたのか？進級できないぞ。卒業できないよ。ヘイ、ブラビエ先生。ムーンラビット、ムーンラビット、何ムーンラビットって？あなたのことよ。やっぱり。オーファンタスティック、スーパーレッテンガール。舐めてんのか、滑って転んで。大分県、そんなハモニカ一緒に復刻県。You ツイシツイシツイシもゲットホームマークできなきゃ。ノーウィンターバケーション。あは、冬休みは分かったんだけど、その前何？満点取らなきゃダメだって。それ無理。レンデン一緒に取ったり県。バイ、またヨーロッパ行ってくる。今回ドドドド3人レッグ、ボーダーライン、ギリ、ジョン、マーゲル、ジャパニーズ連帯責任追試、オーケー？そんなのありか？ジャパニーズ連帯責任。ふざけんな！カムヒール。あなた、転校生の。アナザー追試パーソン。I'll give you 6 days. ラストウィンターチャンス。1892年。ロバート・ブキャナン、医師、妻を毒殺。彼はモルヒネの中毒死による瞳孔の収縮を隠すため、ベラドンナ、アントロピンを用いて犯行を隠蔽した。そんな、バイ。どうしてこうなんの？4人残して行きましょうか。ミチル、冗談よ。どこ行くんだい？私のヨーロッパコンサートツアーに。いいね、冬のヨーロッパか。マモちゃんも目薬使って瞳を大きくすんの？それでパリの女の子にうるうるすんの？どうすんのよ、タキシード仮面のマスクから瞳がはみ出たら。そんなお化けみたいなの嫌。ウサギも追試頑張ればいいだろ。無理だね。すぐ言うの。だってこうなる、地獄の合宿ね。だって21世紀最初の冬休みよ。このメンバーで行きたいじゃん。姉ちゃん、こんな時のための氷川神社よ。神社で100点取れんのか？取らせる、取らせてみせる。鳥居が燃えてる。準備があるからみんな来て。
有無を言わさぬ迫力ね。芝さんだったよね。芝新月アスタルテ、いい名前だね。母の先祖がフェニキア人なの。地中海の方よ。紀元前3000年の歴史を持つ民族。へー、すっごい。よかったら一緒に勉強しない？またやられた。え？うん、行けたら。場所は氷川神社。知ってる。じゃあ。あの人、時々影がなくなる。え？何言ってんの、ホタルちゃん。気のせいだよね。夕立が来そう。この頃近くで動物が消えるんですって。ずっと体幹裏のノラちゃんも見かけない。きっといい飼い主ができたんだよ。だといいけど。そういえばこの頃夜が静かだな。犬の鳴き声もしない。何言ってんの、マモちゃんまで。都会のペットはしつけができてんの。そうだな。神社に行きましょう。教室に忘れ物しちゃった。みんな何かを不安に思ってる。この前からずっと口には出さないけど、あの日から続いてる。マモちゃんとデートの前の夜、私が見た悪い夢が。忘れようとすればするほど追いかけてくる Sweet Memories。 それなら思い切り一人でここに来たのよ。耳元に残ると息や抱き合った T シャツの胸、数えたらキリがない。幸せな思い出ある限り、いつだって一つになる。幸せな思い出手繰り寄せ、離れていても一つになろう。この胸騒ぎ、 Shadow of my sweet memory。 強さってなんだ？え？ウサギ、一つの素晴らしい思い出があれば、それだけで人は強くなれる。思い出いっぱい作ろうね。うん。それを邪魔するやつは許さん。行くか。うん。嫌な思い出も人を強くするのよ。待ってなさい。森も春
に氷で覆われた私の心に光の注がれる日が来るだろうか。孤独の地がたとえ今冷たくても愛に出熱く赤く流れるはず。命刻む高く飛んでみたい。涙秘めて陰る頬を包むぬくもりを待ちたい。ヴァンピール、何としても父上の仇を取らねば。くどい。その体に流れる人間の血、それが復讐の牙を邪魔するの。私は化け物じゃない。化け物などこの世にはおらん。誰にとっての化け物だ。森の動物から見れば人間こそ化け物だ。ヴァンピール、天はそなたをヴァンパイアの総帥として定められたぞ。進化として祝いの言葉を。いらぬ。ならば祝いの杯を。何人も我を救えぬ。天に定められし運命、拒むことはかなわぬ。バカリアス・バリオロス・ラゴス・アタカピアラス。さざめきて流れ、炎のうちにうせよ。陰性の美により現れいで結末をつけ。我リリス・オブ・ダークネスは何時を召喚する。血は血であがなわねばならぬ。暁の子せまいるよ、我らに力を。
よいか、銀髄章を砕けばそなたの母はよみがえる。母が冥界による。冥界、人ならぬものを愛したがゆえの罰だがな、ヴァンピール。罪の天秤を誰が測る。神か。そのようなものが絶対なら命あるものは全て苦しまぬ。この世と冥界、それを分かつことこそ傲慢。神なき煉獄を封じるは銀髄章。その持ち主こそセーラームーン。やつこそが災いの全てだ。ヴァンピール、銀髄章を粉々に。ゲイカ、召喚せし、狭いるよ、力を貸せ。この矛盾の子らを使え。望まぬ。夢夢疑うことなかれ、夢見る闇の夢の夢。その身の矛盾、私も同じだ。花にオレンジの実、もしや、もしや、マンドラゴラ。なんですかこれ。その根は人間の形をして全ての願いを叶えるという。え、絶対ちゃうぜ。ストップ。なんだよ。マンドラゴラの根は引き抜かれるときに叫び声を上げ、その声を聞いた者は立ちどころに死ぬと言われている。え、どうする。どうするったって簡単ですわ。一人がマンドラゴラを引き抜いて死に、次の人がゆっくり取ればいいんじゃない。さすがは悪魔の長女。珍しい独走だ。日本にいるブランビリエの土産にでもするか。狭いるよ、何時の力を貸せ。アゾ、待て。出ます。積極的に引き抜かれます。はい、根性ねえんだ。だって悪魔に引き抜かれると痛いんだもん。ねえ、
私たちの願いを叶えて。そんな力ありません。マンドラゴラでしょ。私はマンドレーク。マンドラゴラになるにはあと100年かかります。つまんないですわ。もう帰っていいよ。一度引き抜かれたら蹴れません。居直ってんのか。地中に戻るのにゃ100年かかるんだもん。じゃあなんかできないの。もうよくぞ申してくださいました。私は約束、傷を治すことができます。そんだけ。いや、傷といっても心の傷ですよ。そんなの。本当か。植物、嘘つかない。どんな傷もか。ね、痛いの、飛んでけ。嘘くせ。いや、本当ですよね、魔女様。まあな。じゃあこいつは私がもらおう。だけどさ、100年経ったらお返しするよ。100年。短いもんさ。あっという間だ、100年なんて。なあ、ジャンヌ。あなたの中には火がある。しかしその火は多分地獄の火だ。善と悪は常に互いに寄り添っている。あらゆるものの中で悪魔は神に最も似ていたのだよ。時が来た。ブランビリエの毒殺魔もそろそろ実験が終わっているか。我らも日本に向かうぞ。バカリアス・バリオロス・ラゴス・アタ・カピオラス・エトサマハク・ファミオラス。オン・サタギャドト・ハンバヤ・ソワカ、オン・ハンドモト・ハンバヤ・ソワカ、オン・バサラギニ・ハラチ・ハタヤ・ソワカ、オン・ハンドモト・ハンバヤ・ソワカ、オン・バサラギニ・ハラチ・ハタヤ・ソワカ。水銀 HG、 タリウム TL、 硝酸 HNO3、 硫酸 H2SO4、 アンチモン SB、 シアン化カリウム、青酸カリ、 CIA、 KCN。 だってスパイ映画でよく使うじゃん。えなんだ。オンバサラアラタンの。やめて、その分かんない言葉。リン、ヒョウ、トウ、シャ、カイ、ジン、レッツ、サイ、セン。テストの前に乗り殺されるべ。本当に勉強する気あるの。あります。旅行行く気あるのか。あります。100点取る気あるの。あります。あります。ありません。呪いの呪文もあんだよ。だってお腹すいちゃって。そうだよ、飴とムチの飴だよな。ったく遅いんだよ、まかない風。あなた、なんだよその格好。勉強したっていい奥さんになれないでしょ。あなた、どういう奥さんになる気。そんなことより雨。よし、しごき、キリンさん。よっしゃ、似合うよ。片付けて、はい、まんまだな。着替えてくる。わあ、すごい。ほかほかだね。もう言えばさ、もう一つ鍋なかったし。わあ、美味しそう。ボリュームいっぱい。ウサギ、これ以上食べたら太っちゃうよ。メールしなさい。はいはい、みんな仲良くしましょうね。はい、野菜もいっぱいあるから。ウサギ、きりたんぽ。はい、ウサギちゃん、きりたんぽって何でできてるか知ってる。お菓子じゃないの。え、はあ、もうアミちゃん教えてあげて。ウサギちゃん、きりたんぽは東北地方の名物で、お米からできてるのよ。なんだ、お菓子じゃないんだ。わかった。まあそんなのいいから食べる。それではいただきます。みちるさん呼ぼっか。練習の時は食事を取らないんだ。ウサギちゃんとは気合が違うの。しばらく聞いてないんだ、彼女のバイオリン。こうしてると戦いなんて嘘に思えてくる。このまま時間が止まれば。そういえば芝さん来なかったね。その方が。レイちゃん、あなたは。なんだ。ドラクリよ、あの吸血鬼が。何？何？誰？こんばんは、聖なるバロン、ジルド・レイでございます。何の用なの？清らかな血をいただき。ふざけんな。ああ、
許さない。呼べばフォーレン悪魔のモンスター、祈ればリスペクトチックのモンスター。あれこれ言ったってダメなんだもん、トラブルだらけのワーシリー、土足で怪我作党ども、このセラマンズ火星に代わって世界よ、ファイヤーストーン。夢夢疑うことなかれ、夢見子供の夢の夢。何なのあなたたち。セラエル必殺ビーストラッシュ。結構強いのね。チビだと思って甘く見んなよ。さっきのお鍋にベラドンナ入れておいたんだけど効かない。え、そういえば瞳が大きく。もうすぐ私の毒で。 The End。 そうはいかないんだよ。ムーンプリズンパワーメイクアップ。愛と正義の少女戦士セーラームーン。あんたが毒を入れたのは寄せ鍋の方でしょ。それはみなこちゃんがドロドロに焦がして血だったんだよ。あんたね、近所でノラちゃんたちをいじめてるのは。実験党員。危険な実験室を野外に持っていくおバカさんはこのセーラームーンが。月に代わって発射機よ、ムーンヒーリングエスカレーション。何、ダブランビレー公爵夫人たるものがつまらぬ失態だな。誰あなた。暗黒の魔術師リリス・オブ・ダークネス。懐かしい方からの招待状だ。思い出の館で待つブラッディ・ドラク。そんな、ドラクル伯爵は死んだんじゃ。クソ、許すか。
人目を忍ぶ頃、二つ二目と見られやしない、三つ見つめるナイフの瞳、四つ金の満月四つ舞い、五つ五しか舞う、ぐるぐるぐるぐら現実はするもんすか、三つめっくり起き上がり、七つこの世の七不思議、八つ人間八つ咲きにして、九つ悪魔の志、ぐるぐるぐら天に翼もつか、とはとうとう案内の、ぐるぐるぐら天に翼もつか、不思議な夢を見ます。地球にいる4人の子供、ほんのちょっと前から不思議な声を聞きます。月にいる1人の子供、その子供たちは夢を取られた子供たち、その子はいっぱいの夢を持った子供、その子たちは大人になることを嫌がってひっそり森の中に住んでいました。その子は早く大人になりたくてクリスタルのお城を駆け回っています。なぜだか愛おしい4人の子、なぜか懐かしい1人の子、どうしてだか心配で、どうしてか気になって、誰なの、誰なの、あなた、怖いフラスコ、狭いの剣にスターシードが引き裂かれて、行かなくちゃ、呼ばなくちゃ、四つの魂が叫んでる。
選手のメンバーは分かった。総帥、あいつらは全て私が片付ける。ですがそなたたちに任したら夜が明ける。デスバルカン様。デスバルカンだと。次の満月の夜、トランシルバニアに月食が起こる。その時銀髄章のパワーが最小となる。良いか、その機会を逃すな。はあ、まだデスバルカンに操られているのか。操られているのではありません。今や我らヴァンパイア一族のすべてがデスバルカン様の進化。何、忘れるな。そのヴァンパイアを滅ぼせるのは私だけだ。忘れるなよ。復讐するは我にあり。貴様、セーラーウラヌス、セーラーネプチューン、セーラープルート、セーラーサタン、外部太陽系妖戦士剣山、お前たちを招待したのは私だ。何、私がブラッディ・ドラクル・ヴァンピール、史上最強のヴァンパイアだ。嵐を起こせ、雲を呼べ、矢槌を振らせよ、シュープリームスタンダー。
て、これからの運命どう出るかな。貴様たちの運命は死だ。ちょっと待った来たか。愛と知性の戦士セーラーマーキュリー、愛と情熱の戦士セーラーマウス、愛と美貌の戦士セーラービーナス、愛と正義のセーラー美少女戦士セーラームーン参上。ドラクルの館が占い屋敷になったの。人の人生そんなんで決めるなんて許さない。悪どい占い師はこのセーラームーンが。月に変わってお食器をシャボーンスプレーレッドエンドビーン。そんなムーンスパイラルハーンミスターバーゾーン。暗黒タロット。一、物事の始まり。魔術師のカードが示す意味は無限大。人間世界を自在に操るは魔術師。悪空間に消えろバンピール。セマールカルテットよ、運命の友であり宿命の敵である者と出会え。たちの宿命の敵。金髄賞を奪え。あんたなんかに負けない。私にはセーラームーンがついてるんだ。やっぱ敵じゃん。違う、みんな騙されてる。騙したのはあんたよ。きっと分かる時が来るよ。何をざるごと。誰だ。タキシード仮面様。タキシード仮面だと。
闇夜に咲くは暗黒の花、光が当たればつぼみは閉じる。清き少女は未来の宝、それを操る暗黒のバラ、このタキシード仮面が許さない。ミラクルトゥイスター、助け求める声が胸に届けば、赤いバラ騒ぎ出すのさ、ロザルレスキュー。大切な人を守るためなら命も懸ける、その勇気に胸を打たれないとが惨状、邪悪の息の根止めてやる。 Here come the Tuxedo Mask。 タキシード仮面様、必殺ホンダサイミン。キリソ、とどめを刺せ、やめろ。そなたは我が声を忘れたか、ダークカイン様。そのチビのスターシードはまだ不完全、奪えばカルテットも消えるぞ。わかりました、まずはセーラー戦士を仲間にするんだ。直系のヴァンパイアを使え。ジルドレイよ、セマイルの剣は復活したぞ。はあ、では我が魔力をもってリリース・オブ・アゾン。まずは最強の戦士から。
吸血鬼です。用があるんですが。何の用だ？ヴァンパイアが用があるって言ったら土に帰ってもらうってことですよ。面白い。ネプチューンの敵、今取ってやる。くそ、マスター。どれが本物なの？どうした最強の戦士よ。くそ、蹴りをつけてやる。スペースソードブラスター選手たちだな。待ってるよ、ヴァンパイアの霊廟で。まずケルカしっかりして。夢忘れることなかれ。あなたたち夢に子供の夢の夢。銀髄書もらおうか。その剣は狭える。ぜっはあ、ストームバース。情けないセーラー戦士だ。あなたはシバ、シバシゲちゃんさんで。違う、私こそが太陽の向こうから来た10番目のセーラー戦士、セーラーサルテン、ソロマンチ。セマエルの剣だ。
スタルテアスタルテあなたこそが真の女神月そのもの。暗黒の冥界深く月の満ち欠けさえ忘れ息潜め待ち続けたわただひたすらにこの時アスタルテアスタルテあなたこそがこの私が真の女神月の化身天界から追放されし我らの無念忘るる流れ無残な現世消滅させるはあなた私に神の力あるというのか本当女神ならば万物に君臨し世界真の統治者に真の女神いただいて神聖世界の母に並ぶ我は悠久の古代よりあなた様こそが神の中の神この世界の真の統治者暁のカルテットよお前たちはセマイルのフラスコより誕生したホムンクルス人工生物だ人工生物私たちが植物でも人間でもないの案ずるでないお前たちは新生児ネオネイトと呼ばれるネオネイト古い定理を破壊し新しい世界を作る新人種だホムンクルスで終わるかネオネイトとなるかこの古い世界を維持する銀髄書それを破壊しない限りネオネイトにはなれんお前たちはただの餌だ奴らがブカレストに到着するぞ急げはいアスタルテ様、一つ質問が。セマエルの剣をなぜ破壊された？剣は主を選ぶ。何？セーラー戦士を倒すには剣と一体にならんと。私が未熟だと。
もう一つのバルカンに気をつけろ、ダークカインさん。この芝新月の内的宇宙のパワーはセーラームーンにも匹敵するが、肉体の器が脆い。今セマイルのフラスコに育つ4つの剣、それは銃声バルカンを誘導する発信機でもある。まだこの未完成な肉体を近づけてはならん。完全にアスタルテを降臨させるまでこの者のエネルギーはどちらに向くか分からぬぞ。セマエルの剣も芝新月もモロハの剣ですか。まあよい、どちらにしても人類の刑の執行はすでに決まっている。世界中の誰も
中止になっちゃって。ハンガリーも延期になったしな。まあこれも旅の楽しみ。ブダペストの温泉楽しみにしてたのみね。でもやーよ、トルコ風って女性はエプロンして入るんだから。割烹着じゃないとな。エプロンで思い出したけど、先にロンドン経由で行った美奈子ちゃんどうしてるかな。彼氏でしょ。ないでしょ、セーラー V の時以来。でもこんな田舎に来るはずじゃ。ちびさが代わりに来たからいけないのよ。何言ってんのよ。ここブカレストの建物はパリ風で美しいってとこからバルカンのショーパリって言われてんのよ。ガイドマリオミ。ウサギちゃん、ブカレストってルーマニア語でブクレシティ、喜びの街って意味なのよ。喜びの街か。でもないみたい。迎えの人はどこ探しても変ね。ルーマニア音楽堂の方が迎えに来るって。なんかこのパターン嫌な感じだね。ごめんなさい、みんな巻き添えにしちゃって。まあここは都会だし水も食べ物もあるし。あけっと、うん、米もあるよ。だね、うん、ママのプラチナカードもあるしだね。マモちゃん何考えてんの。うん、ここからトランシルバニアまで結構近いんだな。と言っても特急で3時間。東京大阪だ。微妙に近い。遠い。もうお尻が痛い。乗り物は絶対秋田県。私のおばあちゃんドイツ系ルーマニア人、ここマイフルサート You 追伸駿河湾 No 追伸千駄ヶ谷。あったまいいんだか悪いんだか分かんねえな。 Oh my student。 Oh my teacher。 っていうか地理の先生だっけ。先生、ガイドがいなくてこの町案内してくれます。オーライ。 It's so easy. Let me see. Oh, come on. よかったね。レッツゴー。また何考えてんの。ダジャレいっぱい喋るルーマニア。イケてるな。ダメだこりゃ。おい待てよチビさ。わかるか。その頭じゃな。私もわかるね。ああ、その頭の花昔流行ったけどな。だから戦闘は嫌なのよ。大丈夫でしょ。メガネが大きいだけだな。ほら鼻から落ちてるよ。言えてんだよ。だいたい何やってんのよあんた。何やってるってジル様に頼まれて。いつから子分になったの。拾ってもらったから。ドギュースイッ。俺たちなんか存在がかかってんだぞ。私だって。うるさい。お前じゃ餌にもなんねえよ。餌って言葉やめない。うるさいんだよ。ねえやれたち。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。その遊びルーマニアにもあんの。これマイブーム。だるまさんが転んだ向き逆さバージョン。逆さだるまさん転んだ。ダメ。あえんだよ。やっぱその声あっち向いてほい。アウト。よいよいかよい。オーラよいよいかよい。オーラよいよいかよい。よいよいかよい。ああ何やってんだチビさん。これ上からで行く。みんな待ってんだぞ。うん、分かった。おかしいな。早く来なさい。やっぱあっち向いてほいも勢いだね。気合が違うのよ。あっち向いてほい。じゃんけんぽい。あっち向いてほい。じゃんけんぽい。あっち向いてほい。じゃんけんぽい。あっち向いてほい。何やってんだよあいつら。チャンスを挟まった。あ、だるまさんが転んだ。きったれー。
だけは言っておく。そなたは私の母じゃない。ルフェイだと？母の名をつけられていい気になるな。伯爵はあなた様の貢献を私に託されました。復活なされるまでは。したではないか。まだ眠りに疲れております。そうやってずっと待つつもりか。意識が戻るまで。永遠にでも。よいか、母上は私が生き返らせる。この手に銀髄章を握ってな。あなたには母上の記憶がない。お前などに。そのウェディングを母上は着ることもなかった。彼女は自分の父親に殺されたからです。妖怪と結ばれた娘なの。人間の父親が許すはずもない。ましてその子供など。自殺ではなかったのか。あなたを奪い、母上の亡骸を奪い、ドラクル様がその気になれば彼女をヴァンパイアにすることもできた。なぜしなかった？人間のまま葬りたかったのです。母上がそう望まれたのか。違う。人である彼女を吸血鬼にしたくはなかった。永遠に生きながらえる苦痛など与えたくはなかったのです。それほどまでの愛をあなたは知らない。人間です。人間が母上を、父上を殺した。私は人間を憎む。ヴァンピール、そなたも人を憎め。人間など私利私欲のためには英雄さえ殺し、自分の子さえ殺して平然としておる妖怪以下だ。呪われてるのは我らではない、人間だ。伯爵のご様子はいかがかな。セマイルの剣が破れたのになぜドラクル様は復活なさらぬ。冥界よりの道を。まだ銀髄章が塞いでおる。今宵は月食、そのパワーは弱まる。さすれば。それほどあの小娘が怖いか。小娘一人より侮ってはならぬのはセーラー戦士の団結力。格闘のウラヌス、パワーのジュピター、予知能力のマーズ、この三人を奪えばセーラー戦士など大したことはない。おお、我が剣が成長しておる。バルカンが近づいておるのだ。そのパワーと魔術の力、それをもってすれば銀髄章など奪えば必ず母上は復活するんだな。是非もない。父上も完全に。ヴァンピール様、覚えておけ。母上が生き返ればそなたは用なしだ。母とは何か、それこそが謎だ。このドラクル城の地下墓地に眠る謎、住んでる主も知らん。着いたぞ。切れ。なよでもいいよ。そんな言い方ないでしょ。プラチナカード。ウサギちゃん、大
って寒いわ、疲れるわ、腹減るわ。ブチブチうるさい、レンダラ。ゲロゲロゲー。何？雨みたい。予知能力あんじゃん。よかったわ、着いてからで。今夜の雨は山梨県。答えたくない。ママちゃん、変な影響受けないでよ。何かドラクルの屋敷と似てないか。え、西洋の古いお屋敷なんてみんな似てるわ。まあな。な気がしたけど。西洋の幽霊にも効くかな。そういうパターンやめましょう。悪霊を退散。おわけじゃないよ。やっぱり4人バレてしょうがないわ、ね、だからトサカでわかるって。あんたは。お遊びはそこまで。やっぱりお前か。仲間の吸血鬼はどこだ。ヴァンピール様などいらぬ。クソへしよ。セラピーサイパー。セラピーサイパー。ダメだ、パワーが。変身のパワーは全てセマイルのフラスコが奪いと思い知ったか。我が魔法陣とセマイルの力、このためにドラクル城に集めたの。セラピーサイ。市民さん、ホタルちゃん、お前たちなど物の数には入っておらん。何です。消えろ、リリソー。希望の戦士、セーラービーナス誕生。ビーナス、やっぱりこのツアーおかしかったわね。保険戦略よね。なめた真似を。さよならはうまく言えない。出会う幸せ数えて先に酔う杖がなければその程度か。くそ、忘れてた、戦いの戦略を立てる戦士というのもいたな。だがそれに使われるセーラー戦士は最低だ。ふん、人間がいなければ生きられない吸血鬼は最低じゃないの。貴様、私を本気で怒らせる気か。やってしまえ、ヴァンピール。待て、ヴァン、
主が変われば政権となる。セーラームーン。バカにしてんの？やっぱみんな一緒にならないと。
遊んでんじゃない。いえ、これはこれで真剣なんですよ。お遊びから生まれた本気もあるな。ハサミリリスよ、少し遊んでみるか。はい、ダークカイン様。ダークカインですって？セーラー戦士よ、これはほんのお遊びだ。お前たちの力、この身で試してやる。望むところよ。ほんのお遊びだとさ、お遊びで倒してやる。何度やっても結果は同じだ。はっ！情けない奴らだ。次のお遊び始めるか。棺の蓋が何だと。ドラクル様、銀髄賞はいずこだ。ドラクル、言いたいことが。剣が主を選んだか。さあ神殿に向かうぞ。はっ、決戦は約束の地だ。スパイカイルソロモン。来るのだ我らが神殿に。どこなんだ神殿って。なんでドラクルが復活したの。違うのよ、今までの敵とは。芝新月の肉体を欠いてる敵、この世のものじゃない。次元の違う敵。そんな。神。まさか。悪魔。そんなのいるわけない。いるのではない、私はあるのだ。貼り付けの時イエスが言った言葉。私はいる、いる、いる。私は信じない。人間と妖怪を戦わせるあなた、あなたは何者。私はある、ある、ある。正体を暴いてやる。ムーンゴージャースレビケーション。時間がない。行くわよ、私たちがダメになる前に。あの黒い影が広がる前に急いでやらなきゃ。
奴らの神殿です。楽園の霊、イブがアダムをそそのかし、人間を産むまではここはパラダイスであったのだ。それは誰の言葉？何をしておる。こやつら人に残らず葬り去れ。指示される覚えはない。アストルテ、あなたの中には誰がいるの？サマルカン・ソロモン。獲物に手を出すな。ドラクルは私をかばって滅びたんだよね。違う、お前が狭いの剣の盾にしたんだ。違うって。どちらにしてもお前にやられたんだ。ドラクル、返事をして。問答無用。そのようだな。どいて。敵の正体、私たちが暴く。まったー。そう、くそ、遅かったか。エルス、その時が来たか。ずっとだ、ずっと恐れていたこと、そのために頑張るはずだったのに。立て、我が一族。なんで、なんでこんなこと。あなたの攻撃、すべて私にくれる。ネプチューン、私、強くはないから戦えない。あなたはどんなに速く走っても
絶対振り返らない。分かっているから。私ずっと横を走ってる。辛くなってない。あなたは戦いの戦士でもね、振り向いて、今は振り向いて、ウラヌス、私だよ、私だよ。やめて。ダメだよ、こんなことダメだよ。なんで、なんでこんなことが平気でできるの。人じゃないから、人間じゃないから、そんなの違う。ヴァンピール、あなたも人間なら分かって。私が人間だというのか。だってあなたの目には涙があるもん。人間は森を破壊し、家を広げ、自分たちの力だけで生きていけると思い上がっている。でも私は人が好きだ。悲しい生き物だから。ジル様、覚えておいてですか。私たちは処刑台の下に生えます。私たちの花は無実の死刑囚の涙が咲かせます。私の花はあなたの最愛の方の涙で咲きました。ジャンヌか。この人、あの方に似ています。死なせてはなりません。死ね者め。やはり出来損ないはダメか。出来損ないだと。お前がな。ならお前は何だ。人のなり損ないか。小賢し、我が作りし、アンデッドよ。あなたが作った。100人を実験に使い、自分の父親まで毒殺した人間の細胞、それを培養してもダメか。どういうことだ。一刻も早くこの世を滅ぼすため、お前たちこそ私が作ったホムンクルスだ。我らがホムンクルス。アンデッドが人工生物だというのか。人間と戦うためのな。バカを言うな。ベルゼビル。ビル様、お前。わかりました。父上が最後に言われた言葉、後ろに控えし闇、闇は光の影にいてこその闇。人間とアンデッド戦いの愚かさをドラクル様は知っていた。しっかりしろ。我らヴァンパイアが堕天使などにまやかされてはならぬ。ドラクル様、もうよい。すみません。あなたの母上を生き返らせなくて。死ぬな。ルフェイ、我が母、そこは昼なお暗き森の中、うっそうと茂る木々の枝葉と曇天で、夏だというのに寒気すら感じる。父上、おお、月が陰る。月食の時が来たぞ。ドラクルよ、セーラー戦士の血を吸い尽くせ。なんと、貴様などただの小物。アスタルテ、いや、その中にいるカイン、小細工が過ぎるぞ。覚醒なされましたか。ヴァンピール、まさに全てのアンデッドは奴が作った。なぜ。奴が死ぬためだ。
全ての神話とともに。カインザだ。カインザマニプレイ。カイン。夢疑うことなかれ。夢見る子供の夢の夢。この子たちをなぜ使う。夢を奪われ永遠に大人になれぬ子だ。子供なるがゆえに非常。こやつらこそがこれからの使い捨て魔族。こいつらくらい私たちがまだ心を操ってる。人ぞ人人と魔族を戦わせるような卑怯な真似ばかり。あなたの正体は人間だ。もう頭にきた。マーキュリー。私だって切れるんだよ。こんなんじゃない。でもかぶって反省しなさい。マーキュリー役はラプソディ。こうはいかない恋仲、そうはれいかない敵仲。嘆くジーニアザベイ、潜むミッションだろう。追いかけずにいるだけならね、素顔のあなたわからない。セーラーマーキュリー。こんなんじゃない。希望を投げてく、もっと勇気駆り立て。奇跡の憧れなら知性のラプソディ。クライミングミステリー、クライミングマーキュリー、クライミングザマーキュリー。その中から出なさい。アストルテを解放して。やっとここまで来たのだ。何千年かかったと思う。お前にわかるか。私が殺した弟よ。あなたは人類最初の殺人者。それゆえこの世が滅びるまで死ぬこともなくさまよう。ならお前はどうだ。吸血鬼となって生きながらえているではないか。我らがいたからこの世界は成り立つ。成り立つ世界を破壊するにはトリックが必要だ。光と影、神と堕天使、人間と妖怪。このトリックこそが最高のバイブル。貴様が死ぬためにだけ魔族を作ったのか。生かそうが殺そうが創造者の勝手。何？神と呼ばれたあらゆるものがそうではないか。千億の孤独、ウヌラに分かるはずもない。この戦いが全てトリックだなんて。魔法といえ解けない魔法なんかない。なら望み通り最強の魔力でお相手しよう。スマイルカインザソロモン。負けないよ魔法なんかに。私には、私たちの後ろにはたくさんの仲間がいるんだ。スマイルアスト。負けない。笑ったり泣いたりくじけたり、普通の人のために私は負けない。なぜそれほどまで愚かな人間をかばう。弱いから、一人ぼっちじゃ弱いから。あなたのように一人ぼっちじゃ。ジャンヌ、スマイルベルゼビュー。
クレーター。オルレアン・ラプティウス。オルレアンの乙女だと。正義が持てばこの剣は聖剣だ。リリス・サマーゾーン。ロビー。総帥、カインの自由で全てのヴァンパイアは滅びるのですか。父上。人がいる限りヴァンパイアは滅びる。魔術を操る貴様になぜそれほどの力がある。何者だ。その後ろに控えし闇は。やつだ。デスバルカ。私はアリ、アリ、アリ。あれは貴様のトリックじゃなかったのか。私はいる、いる、いる。私はアリ、アリ、アリ。私はいる、いる、いる。地球に向く軌道に入ったか。バルカンとは銃声なのか。私の仮面様マンドレーク。私の根は不死身の薬草ですから。マカリアスバリオのスラップスラップ。みんな、ダークンから二人を救うんだ。さざめきて流れ、炎のうちに伏せよ。陰性の美によい現れいで結末をつけよ。デスバルカン、今すぐ軌道を変えてやるぞ。そんなことさせるか。解けない。アステルテを必ず救ってみせる。
ダークカインは消えぬ。この世がなくならない限り、私が滅びぬ限りな。この世界は人間だけのものじゃない。軌道が変わればデスバルカンが来る。悪夢だ。見たこともない世界、嫌な風が吹いてた。夢だと気づいたけど、やけにリアルな肌触り。ああ何か悪いこと起きる前笛じゃない。気がかり乾いた口の中も言葉も怖い気味だったわ。一人きり置いてきぼりにされたの。ラララ。